い、皆さんこんにちは、せんちゃんです。シドニーに到着したので持ってきたものの紹介を、していきたいと思います。はい、本当はパッキング動画を日本で撮ってこようかなと思ってたんですけど、うっかり忘れてしまってて、ちょっとここで持ってきたものを紹介していきたいと思います。はい、はい、では持ってきたものを紹介していきます。1週間なんですけど、お部屋に洗濯機とかキッチンがついてるコンドミニアムタイプのホテルを選んだので、お洗濯ができるんですよ。お洗濯がね、なので服の数はそんなにたくさんは持ってきてないです。まずこれ長袖ワンピース1枚、万が一寒かった時用の長袖ワンピース、はい。で着回しやすい、去年から何百回も着ている、もうしわくちゃだわ。で、まあ、またまたワンピース、この手のね柄が好きね、本当に。デニムのショートパンツ、バカンスですから、バカンスなどね、ちょっとはしゃいじゃいました。で、私デニムをですね結構破く、下半身が結構ビッグなので、デニムが結構年に2回ぐらい破れるので、一応もう1個デニム、今度スカートタイプですね、スカートタイプを買ってきました。そして、まあ、靴下は適当に、ブルーマウンテンズに行く予定なので、こういうスニーカーも持ってきました。それ用の靴下ですね。靴下、これは日本に帰る時用のタイツ。そしてこれ大事、どうしても寒い時があるので、これ用の羽織ですね。なぜかこれだけケースに入れてきたっていう無駄、T シャツ、何の変哲もない無地の T シャツ、こういう T シャツは非常に着回しやすいです。で、これヒートテックは変える時用だね。で、まあ、タンクトップ、これも GU かな、これもねもう数百回着てますねだいぶ盛りました。アウトドアな服装をする時の羽織、これユニクロで買いました。小さく畳めるので、まあ、リュックかなんかに詰めてちょっと寒い時に羽織ればいいかなっていう感じですね。で、この中で入っているの下着です。もう下着類はもうグシャグシャグシャって感じで詰め込んできました。ハンカチとか、あとお洗濯するので洗濯袋を持ってきました。そしてあとはまあ何の変哲もない黒い T シャツですね。基本的に T シャツは無地が好きです。あとは、これね、またこういう柄よ、ワンピース、こういうの好きね、本当にこういうの好きよ。で、まあ同じような柄なんですけど、基本的にもうシワがついてもいいような洋服ばっかり持ってきました。シワシワになっても生きていけるよっていうタイプの服できました。見落としてたんですけど、服の方に、まあ、服をクッション代わりにしてヘアアイロンですね。ヘアアイロン持ってきました。ヘアアイロンは海外対応のサロニアを買ってきました。今度はこっち側のものの紹介をしていきます。まずチャックの中、こちらじゃじゃん、中学校3年間の英語が一冊でしっかりわかる問題集、英語の練習のだけ、日本語勉強した方がいいかも。英語の勉強のために持ってきました。こっちでもしっかり勉強します。こちらは、無印良品で買ったケースなんですけど、飛行機のチケットだったりとか、保険のウェブ契約書ですね、を入れたりしてます。あとはもう本当大事なもの入れですね。大事なもの入れ。で、お次はこちら。じゃじゃん。いろんなものが入っております。はい、髪の毛ですね。髪の毛をセッティングする時のゴムだったりとか、ヘアアクセサリー、あとはピアスとかもカシャンって入れちゃってます。こちら常用薬、アレルギーの薬だったりとか、あとは頭痛薬とか、あとはコンタクトの予備とかも入れてますね。こちらはボディクリームですね。ボディクリーム、ボディクリームはラリンのボディソフレを持ってきました。これすごいいい匂いでお気に入りです。で、勉強用の筆箱、歯ブラシとフロスも持ってきました。で、髪の毛のオイル系ですね。オイル系、ケラスターゼのヘアオイルですね。とこちらは、
N ドットのポリッシュオイル持ってきました。オイル系のものはしっかり袋に入れないと漏れるので、なんならちょっともう漏れてます。そしてティッシュですね。ポケットティッシュは何個か持ってきました。お決まりチャンピオンの帽子持ってきました。オーストラリアはかなり日差しが強いので、もうこれ必須ですね。帽子、ヘアバンド、洗顔の時のやつですね。化粧品ポーチ、もう化粧品がもうたくさん入ってます。ポーチ自体は100均なんですけど、もう破れんばかりにがっつり、もうこれがないと生きていけないの。そしてこれはバックパックマウント、リュックサックの紐の部分っていうのかな、につけるマウントです。ここにカメラがつきます。これはネックマウントですね。ここにスマホを挟み込んで首につけて撮影することができます。ブラシはケラスターゼのブラシを持ってきました。除菌ハンドティッシュ、おしぼりが出てくるお店が少ないっていうのと、あとまあ机とかね、ちょっと汚れてるところがあるので、そういうとこ拭く用と、あとはまあ普通に手を拭く用に持ってきました。パックですね、フェイスパック、やっぱね、お肌の調子が気になるのでね、ここのところなんで持ってきました。一番大事、日焼け止めですね。日焼け止めはスプレータイプと液体タイプ持ってきました。そして、コットンとか綿棒ですね、はこういうパックに入れてきました。化粧水だったりとか乳液、あとは洗顔クリームとコンタクトの液ですね。で、うっかりメイク落としを忘れてしまったので、こちら現地でメイク落としは買おうと思います。まず歯磨き粉と、あとは N ドットのシャンプーとトリートメント持ってきました。あとは基本的にこっちではリュックで過ごすことが多いと思うので、リュックをぺっちゃんこにして持ってきました。本当にもうプレスプレスプレス。あとは小さい、ちょっとまあどっかちょっと外に行きたいなっていうと、器用のバッグですね。これはユニクロかな、あれどっかどこで買ったんだろう、まあまあそこら辺で買いました。あとは現地で履く用のスニーカーとサンダルを持ってきました。もうこのサンダルはね、多分3億年ぐらい履いてますね。すごく履きやすいスポーツサンダルです。はい。ということで、せんちゃんでした。バイバーイ。